2001年5月大阪府豊中市、西村誠の業績を記念した小さな石碑にお参りする中国人留学生の姿がありました。第二次大戦中、西村が日本に引き取った戦災孤児の次の世代にあたる若者たちです。日中友好のためにいろんなことをしてくれてすごいと思います。日本人の、まあ、本当の姿ですね。なんかいろいろ誤解されているところもありますけど、まあ、本当の姿は中国には伝えたいと思っています。信念が持てる人じゃないかなと思います。信念が強いというか、西村誠が未来へ手渡した命のバトンは今もしっかり受け継がれています。物を持てる人は多い、しかし信念を持つ者はむしろ稀有である。西村誠。